ウォールデニーは、アメリカ、マサチューセッツ州にある水深31メートルの湖である。マサチューセッツ州コンコードにあり、広さは61エカー、周囲は1.7マイルに及ぶ。ケトルと呼ばれる、堆積氷河が溶けた後にできた穴の有名な例で、1万から1万2000年前の氷河によって作られたとされる。作家で、超越論主義者で、 哲学者のヘンリー・デイビッド・ソローが1845年の夏から2年間にわたりこの池の北側の岸辺に居住した。彼の経験の叙述はウォールデンモリの生活に記録されている。その区画の土地は彼の友人で死でもあったラルフ・ワルド・エマーソンの所有地で彼がソローにそこで実験的に暮らしてみることを示唆した。コンコード博物館には ソローの小屋にあったベッド、椅子、そして書き物机が展示されている。ボストンの氷王フレデリック・チューダーはウォールデニー家で毎年採取された氷をカリブ諸島、ヨーロッパ、そしてインドに輸出していた。ソローは彼の日記の中にチューダーの氷の輸出について冷めた視点で哲学的な思いを綴っている。チャールストンやニューオルレアンの マドラスやボンベイ、カルカッタの住民たちがうだるような暑さの中でこの池の井戸の水を飲むときウォールデンの純粋な水はゴロツキどもによって聖なる水として飾り立てられるのだ。今ウォールデン池はマサチューセッツ州により管理され、この保護地区は夏には人気の水泳場所になっている。池の西側の方に遊園地が作られていたことがある。しかし、 それは1902年に火災で消失し、その後再建されることはなかった。1961年にはこの地区の行政管轄権を持つミドルセックス軍の長官が保護地区の重要な一部を駐車場やその他の改良事業のためにさらちにしようとしたことがある。彼らは公共の海水浴場へのアクセスのために かなりの森林部分をさらちにした後だった。長官は、現存する、自然環境の破壊を止めるように訴えられた。マサチューセッツ州高等裁判所のデビッド・エイローズ判事は、ウォールデン家の州の財産への多大の貢献と企業を考慮すると、この土地の保護と今後の開発の禁止が望ましいと、判決した。この判決は、国民的な賞賛を博し ローズハンジは国中の子供たちからこの土地を守ったことへの感謝の手紙を数百通も受け取ることになった。1977年、マサチューセッツ州は最新の交通手段のプロジェクトとしてウォールデンイケ周辺の駐車場に透水性の歩道を設置した。これはアメリカ合衆国の環境保護プロジェクトから1972年に 最優秀の技術として受賞した技術を用いたものである。透水性の歩道は今でもまだ機能しているし、世界中のこの技術を活用したほとんどの地域よりも、ここは凍結と誘拐のサイクルが厳しいにもかかわらず、まだ数十年は対応すると見られる。ウォールデニケ、2010年1990年に、イーグルスのメンバーとソロアーティストのドン・ヘンリーが、 開発中のウォールデン池周辺地域を保護するために、ウォールデンの森を救うプロジェクトを立ち上げた。ウォールデン池の名は、これに触発された、アメリカの映画制作会社ウォールデンメディアの名にも、関されている。池と保護地区は、州の高速道路の MA-2、MA-2A の南にある。高速道路 MA-126 は、保護地区を通り抜けている。 なたコミュータ鉄道のフィッチバック線は、池の西側を走っている。最寄りの駅は、コンコードセンター駅で、保護地区の1.4マイル北になる。ありがとうございます。